はい、下永中学校の皆さん、こんにちは。サバヤンゲームズでした。しゃーってことで、本日もマリオカートイーツとデラックシング、ここ。スタート頑張っていきたいので、よろしくお願いします。ちょっとふざけすぎましたね。はい、大変失礼いたしました。てことで、本日もね、全タイヤ1位企画、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。本日使ってくるのはこちらの、スポンジタイヤでございます。スポンジ。はい、かなりね、使いやすいことで、まあ、有名なタイヤではあるんですけども、そちらをですね、まあ、本日はね、さっき実はアツプでまあ1回1位取れたんで、まあ、気楽にね、はい、モナーの外国人版がいるんですけど、お前モナー外国人版がいるんですけども、あそこちゃんとしばいていくと。はい、ちゃんとしばいて、ここもセッティングして、キノコを引いていくと。で、早く距離を取りたい。あーもう取られね。いきなり取る。うわー、待って、あがころ。あーもう、うざいうざい、いきなりあがころぶつけてくんの。譲ろうとしたじゃん、だって。トゲ投げてもらって、さあ、スプラトゥーンが来て、さあ、ここもちゃんとインコースザンバリ。ザンバリ。インコースザンバリで、インコースザンバリで、こことこのアイテム行こうとって、さあ、ザンバリ決まってさ、バーナスさんと。これいいんじゃないかな。これちょっと今、ちょっと、イカのせいでちょっとニスクができませんでした。ごめんなさい。ダブ交換して。うわ、強い！クソ強いじゃん。こんなん俺、このまま行くよ。まず、ここで赤ゴロ投げられる危険性があるから、ここはこのまま。ここはこのままないよ。で、ここまず投げます。で、キノコでショートカットします。あぶね、これたまに自分の赤ゴロ当たるときあるから。OK、後ろやられてる。後ろ赤さんじゃね？後ろ赤さんじゃね？後ろ何さん？後ろ富士さん？何さん？高尾さん？後ろ何さんですか？ポン。避けてるかな？あ、避けられたかな？うわぁ。ぴょん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 、はい。必死のぴょんぴょんで。必死のぴょん吉で。で、ダブルアイテム、うわ、回避してるやからがいる。やばいよ、それ。引かないで気をつけて。ぴょん吉。ぴょん吉で。いやーねえ、もうここからゼロ避難、ここからゼロ避難、ここからゼロ避難。ここからゼロ避難よ。ほっ、ここからゼロ避難。よけて、はい、うわい、よい、うわい。いやもうあの赤ゴロ投げたら間違いなく俺様が1位だったってことで、本当ね、非常に盛り上がっております。第2レース行きましょう。はい、ってことで第2レースはキノピオハーブってことで、なんかね、もう最近気分がいい。なぜかわからない。なんかね、こう波があるんだよね。ここマリオカートの実況していく上で、スタートこの気分の波っていうのがあって、気分が悪い時といい時で、最近は気分がいい。特に理由はわからない。でもなんか気分がいい。そういう状態で今マリオカートやれてるから、非常に幸せ。幸福度が高い。かなり幸福度が高い状態です。ダブル取っても早くダブル取って、初手防御欲しかったのに、なんで防御引けないんですか。このキノコ使ってちょっと一回ね、赤消ししていく。はい、プロです。プロで、ごめんなさい、プロすぎね。もうキノコばっかり、もう絶対さ、もう赤が来るじゃん。もう何ほっ、は、戻ります。これ戻ります。これもう前行ってもしょうがないんで戻ります。でメダル取ります。オッケー、スター引いた。オッケーオッケーオッケー、まあいいでしょう、いいでしょう。言うてここ打開もできるんで、全然さ、メダルもバンバリバンボリ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 して、さ、メダルボリボリしたところで、次はメダルをもう一回ボリボリする。はい、メダルはボリったことに、ボリることに越したことは、ごめんなさいね。はい、これは失礼、これは悪気はない。ダブル交換して、 OK、 これも無敵のうちにガッツリ突っ込む。無敵のうちにガッツリ突っ込んで、ガッツリ吸いく。うわ、危ない、危ないね。今危なかったから下に降りるっていうね、一瞬の判断、一瞬の判断です。で、次この後多分この次のダブル、ここで振るの、次のダブルじゃないの。このキノコもらって、キノコ美味しくいただいて、さあ、メダル差で降るのが多いはず。ダブル取れないもん、シングルでいいや。これシングルでよくて、で多分あそこのね、アイテムあるよね、そこで。やめて、マジで。で、うわっ、誰、マジでやってること。ショーツカッツィングして、まあまだ大丈夫、俺はまだいけるからね。ねえ、アイテム決まらない、アイテム、うるさい。はい、てことで、おそらくこれ第2レースでございます。その後も部屋替えして4人しかいなくて、また部屋替えして、今、多分第2レースでございます。リボンロード奇跡を呼ぶコース、ここさ、トーチ砲を使って、スタート、はい、始まりました。トーチ砲からの、リボンロード、さあ、果たして、走りはトーチ砲なるか。はい、
統治法皆さんご存知ですか、はい、統治法という言葉を知ってるウクライナ人サワヤンだけ説、はい、皆さん提唱していきましょう。統治法を知ってる、統治法という言葉を知ってるウクライナ人俺だけ説、はい、多分もうあと多分数人ぐらいはいると思う。うわー、ご愁傷様です。多分まだまだ結構いると思うけど、ちょっとメダル集めて、まあ当てられる、ここは当てられる、ここら辺適当に投げて当たんないかな、誰かに、だから当たんないかな、適当に投げて、後ろ回線落ちしてる、あれ遅くね、走りめっちゃ回線落ち、プチ回線落ちチックな、なんか走りしてんだけど気のせい、もうだるいな本当に、さっきから爆殺絶対してくるじゃん、どう絶対してくるよね、これキノコでショートカットしてやばすぎん、ちょっと使う、危ない、これは怖い、これマジ怖い、これ引かれるぐらいやったらもう使っちゃう。アイテム1個でちょうだい、1個でいいから数値疲れ取って、さあ強いよ、テルちゃん引いた、やばいやばい、いろいろ野蛮な人が、野蛮な人たちがいっぱいいる、これ攻めるよ、これちゃんと攻めて、いい攻め、こっちから行っちゃってガッツリ行って投げてきたら、投げてきたら使う、まだ使わないよ、俺回避したいから、俺サンダル回避したいから、ここで使います、これ使って、これだいぶ引っ張るでさ、トゲもいった、いい流れだよサワちゃん、いい流れだよサワちゃん、ジャンピングアクションいいんじゃないこれ、いけるんじゃないこれ、キノコ使って、キノコ使う、鳴らす、やばい、ウィニング危ない、すーい、いやうまかったけど、ああ遅えよ、神谷も、神谷振ったら間違いなく1位だった、間違いなく1位だった、まあしょうがないね、まあこれはいい走りでしょ、これは普通にシーツプルに、シーツプルにいい走りってことで、第3レースいきましょう、しゃおい、ってことで第3レースは地面どうや、さあカップ麺は日清みたいな感じの声で今言いましたけど、はい、ニツシン、はい、チーズランド、ここはお箱でございます。スタート、最近これが俺癖になってる、これサングラスこう直すの癖なんだよ、ね。みんな気づいてた俺の癖に。気づいた人は、高評価よろしくお願いします。気づいてなかった人はもう、もう首、もう首です。デスター首でございます。俺のこの癖に気づいてなかったの首でございます。はい、首にします。首とは一体何って話なんだけど、危ない、怖すぎる。うわ、飛んできてる、飛んできてる。当たりそう。当たったらごめんなさい。うわ、怖っ。うわ、怖え。怖え。ダブロって、スター怖いよ。スター、どこいる？いや、怖い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 、マジ怖い、マジ怖い、マジ怖い。使います、ちょっと、ちょっと早めに、ちょっと早めに。気持ち早めに使って。ダブロって。いいね、すごくいい。ちょっと使う、こういうカメラ結構来そう、結構、結構来る、ここら辺。で、これ、これ、神谷来るよ。これ、神谷来たら結構強い。まだ来ない。あ、そう。ダブルって、これ来るでしょ。来ない。まだ来ない。もう来ていいでしょ。どうなの？まだ来ない。これ来るでしょ。これ来るでしょ。ラッキーアイデング！神谷来る！今！はい、はい、雷！うわー怖い！怖い雷！怖い！うわー怖い！ぶっ放せー！来ない。来るだよ。もう来るだよ。もう来るだよ。いけー！いけー！うわー！いやー、今のマジで勝ちたかった。マジで勝ちたかった、今の。マジで、ここ。スタート。もう、雷一発で打ってくれたら、もう、確実に勝ってたんだけどな。まあ、しょうがねえ。ちょっと足りなかったね。伸びが。伸びがちょっと足らなかった。スカルプでバッツリ決めて。まあ、ちなみにみんな気づいてると思うんだけど、めちゃめちゃ走り安定してる剣について。これ適当に投げてる。結構当たるから、これ。はい、当たっていきます。ちゃんと、ちゃんと当てます。アイテム取れてないけど。やべ。
ジャンベが決まんなかったせいで結構変な話になっちゃった結構変な話になっちゃったけどまあいいでしょ。そこはごまかしてごまかし散らかしてごま油そこはごま油はいごま油ならずごま油ならずでございます。ごま油ならずということでメダルも0枚ということで、さあ過去のまた俺かな、アイテムなんか持ってなさそうだね。ちょメダル取りに行きたい。いや2枚、え1枚しか取れないってマジ、ちょ怖いな、なんか後ろ怖い、後ろが純粋に怖い。スター早くね、これもう雷出てるし、多分これ雷出てるね、多分これ次のアイテム交換で使います。やばい、もう使ってるやからいる。はい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 、カメラどっか、カメラどっか、1人やっといていいよ。4位まで来た、メダル2枚で4位まで来ちゃったよ。パンパンパン、1人やってる。さあ母さん、うわーい、ここね、はい、ありがとうございます。ここね、はい、最悪なとこです。さあ一応メダル4枚つけるな、チート。それ俺のメダル。はあ、もう汚ねえ。いやこいつは汚ねえな、全員汚ねえ連中しかいねえ。メダル1枚どうやって勝つの、メダル1枚でどうやって勝つでスター。うわ最悪なアイテムいた、全員から嫌われるアイテムいきました。もう一発ねえ、だどこ行ってんだ。うわー、それ当たりたくなかったんだよ。ちょっと待って、落ち着いて、ダブロって危ね、もうすぐ使う、すぐ使う、すぐ使うしかない。1位は無理かもしんないけど、いい順位は取りたい、いい順位は取らせてください。私にさあどう、爆差なしで、爆差なしで、爆差なしでさ、ダブライト取って、もうわー、もうそれ流行ってんの今、そう流行りですか今ねえ、グライダー入った瞬間落とすの、やばすぎ、終わる、終わります、はやり！ダメだ！またに！もう勝たせてよー！すげえ！ダブルって、あぶな、クラン鳴らしなかった今。これ絶対俺倒産される。おっと！次マジ勝つ！もう意味がわからん。マジ意味がわからん。ダブルっていいよ。もうマジで意味わからん、ねマジでお前ら意味わからん、ねお前らマジで意味わからん、お前らマジで意味わからん、こいつらマジで意味わからん。あダメだこの部屋、部屋変えます、もう無理、こいつらマジうるさい。これね、あのヤバい時の、ヤバい時のマリオカート始まった、ヤバい時のマリオカート、俺は諦めないからな、俺はお前らが何をしていこうようが俺は絶対にお前らから1位を取る、俺ら絶対に部屋を高校変えたりはしない。さあ部屋を変えて逃げるのはもう昔の俺だ、今の俺は正々堂々とお前らの悪行に立ち向かう、そして勝って最後に部屋戻った時におやすみなさいの一言を添えて抜ける部屋から。マジで覚えてる、マジで見てください、風もらって、この風欲しかった、この風めっちゃ欲しかった、でこのメダル1枚取っていいよ、いいよ、俺ツルツル結構強いから、俺のツルツル結構強いで有名だから、爆殺しを当たんなかったやばいな、これマジちょっとやばいな、後ろ赤頃だったらやばいな、よしこいつ3日目になってもらって、危なすぎ、あっぶねえ、マジで危ない。さあとりあえず2位にいてキノコもあってメダルも9枚あってブーメラン落としたね、これどうしようマジで、キノコ使ってちょっと一回距離置くわ、距離置く、後ろとこれバナ置いといて、当たってるねバナ、ねえそれ取らないでマジで、取りきた、ちゃんと避けて避けて避けて、必死に避けて、ジャンピングアクション、ジャンピングアクションで1位に乗り出る。さあお前ら負ける準備はできたか、負ける準備はできたか、虫キャラども、マジで負ける準備マジできた、絶対そのバナ仕掛けた、このショート画像に絶対バナ仕掛けた、ここに仕掛ける、これバナ仕掛けた、当たれ、当たんないか、避けてる、避けてる、爆殺ショー行く、
赤コラ来んだよ、赤コラ来んだよ、来てないで、サンダー来んだよ、これも無難にこっちいると、無難にこっちいると、髪が来るから、はいお前らザムにやがれ、おやすみなさい、おやすみなさい、確定っす、シャルル。